今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。JSB 戦様、ゴルシ NP 様、シーネコ様、シオンハマナ様、オクトパス様、ジターリング様、ママダ MMD 様、ペンギン様、ヤムー様、お布施でのメンバーシップ支援感謝です。ヤムー様、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤー様、メッセージを読み上げていただきありがとうございます。ヘルシオハラスメントを受けたとのこと、私にはそのような審査はありませんでしたが、ご負担になってしまわれたのでしたら申し訳ありませんでした。まだ寒い日々が続いておりますので、どうかご自愛のほどよろしくお願いいたします。お気遣いありがとうございます。最近一段と寒くなって発狂しそうです。コラボ騒動は暑いんですけどね、もし気を悪くされたのなら申し訳ありません。いや全然負担になってないので大丈夫ですよ。むしろとても嬉しいです。金額が1万1000円なんですけど。うせやろ。2回連続でこの金額、私に確実にヘルシオを購入させようとしている、極めて強い恐怖を感じます。当番職人様並みの強キャラですね、あなたは。一体どういうことなんですか、これは。金額間違っていないと良いのですが、まさかの2連続の最高額投げ銭でのヘルシオハラスメント。これはもう買うしかねえ。すみません、本当にありがとうございます。ヘルシオ購入費用に充てさせていただきます。通りすがりのヘルハラさん様、高額投げ銭ありがとうございます。おいタイトルの時点でヘルハラやないか。年初に買った私が通りますよ。まだ使いこなせてないけどざっくりと現時点の感想。揚げや蒸しができる。暇空さんはローストビーフ低温調理とか揚げてましたけど、揚げや蒸しもできるので、やれることがかなり増えますし、油や蒸し器のことを考えたら手入れが楽、その上に美味しくなる、強い、放置でできる、下ごしらえをざっくりして放り込むだけなので、調理の時間を動画制作とかに回せます。鶏からがぶつ切りにして唐揚げ粉まぶして網に乗せるだけ、レシピ本だとタレ漬けして冷凍したものを後日調理とか紹介されてたので、余裕のある日にまとめて仕込み、だるい日にヘルシオに放り込むだけとかもできる。あと公式でヘルシオ放り込む食材セットとか売ってる。美味しそう。野菜が美味しい焼き芋もそうですけど、お野菜がマジでうまい。シュナと一緒に主副一気に作れるのも助かる。野菜と豚バラ蒸しただけとか焼きそばとかがマジで美味しくなる。これのせいで野菜の買い置きが一気に増えた。ゆるさん、料理好きならいろいろ動画のネタにもできると思うので、買え。ホットクックもいいぞ。煮物が手放しで作れる。野菜を水につけて下処理すればあっとりもいらない。丼物冷凍ご飯やスパゲティソースが放置で作れる。小さいサイズにしちゃったけど、肉じゃがとか肉味噌とかの煮物が作り置きできるので大きいのがおすすめ。ところで調理中や調理後とかに喋ってくれるんですが、有料でタイバニやアイマスの声に差し替えできるんですよ。好きな人にはぶっ刺さりますよ。シャープ恐ろしい子。これはシャープからお金もらってもいいレベル。シャープ様、宣伝の報酬はレイヤーに振り込んでください。ホットクック持ってないんですけど、あれも良さそうですよね。放置で料理作れるのは素晴らしいです。いかんいかん、ホットクックハラスメントまで始まってしまったら本当にシャレにならないので、この辺にしておきます。ヘルシオ買ったらもう多分置くところないんで。ヘルシオは揚げ物や唐揚げ、パンなども出来たてに復活するみたいですね。揚げ物を加熱すると油が大量に落ちてサクサクでヘルシーな仕上がりになるとか、もう外食する必要なくなりそう。温野菜ええなぁ。シンプルな温野菜にマヨネーズつけて食べるとか、そういう単純な食べ方が結構美味しかったりするんで、これは視聴者兄貴もヘルシを買うしかありませんね。ポムポム様、ありがとうございます。某一般社団法人の騒動からレイヤー様を知ってファンになった新参者です。いつも小気味良い動画を楽しみにしております。他のお布施提供者様のような才能あふれるメッセージを書くセンスはないので申し訳ありませんが、いつも応援しております。チンチン。新規で見てくれる人が増えるのはありがたいことです。コラボ騒動からユニーク視聴者がかなり増えています。当チャンネルでは話す速度を早めに設定することで、動画の再生時間を長くして、広告単価を上げようという魂胆です。テンポの悪い動画だと再生時間が短くなって広告単価が下がり、他のゆっくり解説動画とは話す速度が全然違うので、気に入っていただけたのなら良かったです。途中でセンスはないからと真っ当な文章だと思わせておいてからの唐突なチンチン。一体何を言っているんですか、あなたは。そのシャウエッセン姉妹よ、いつも応援しております。チンチンってなんやねん。ツインテか何をしゃぶりたい学名様、ありがとうございます。品性を疑う名前やめてください。801円連投すると、お金なくなっちゃう私の脆弱口座、レイヤキュン競争率高そうなんで、小林結婚しよ、ひも希望。金額に対する熱いこだわりを感じる。どんだけヤオイに対してこだわりがあるんですか。だから9割の視聴者兄貴はピンとこないと思うんですよ。ヤオイと言われても、小林はバカなんで適当にダマくらかせば、余裕でひもになれるんじゃないでしょうか。人間のクズ、小林のファンは全国に3人しかいないので、小林含めて4人で共同生活すれば良いんじゃないかな。なお返品は不可能とさせていただきます。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。